第11章「がんのイメージ療法」前のプログラムでイメージトレーニングによる瞑想に慣れてきたらいよいよがん治療のための瞑想法プログラムを行います第1節サイモントンのがんイメージ療法」がんのイメージ療法は前に述べたようにアメリカの医師カール・サイモントンが開発しがん治療に応用しています彼は心理学に精通しており ビジネスの世界においての成功者と失敗者の行動原理の違いはその心の持ち方にあることを知っていましたこれをがん治療の成功者と失敗者に置き換えてみて成功者に見られる共通点と失敗者に見られる共通点を検討してみたのですそしてがん治療の成功者と失敗者の違いはビジネスの世界と同じで その人の心の持ち方であるという結論に達しましたこの結論から彼はビジネスやがん治療の成功者の心の持ち方に見られるような積極的な方向に患者の心の持ち方を変える方法を開発することががんの有力な治療法になると考えたのですこのことは逆に言えばがんになってその治療に失敗する人は ビジネス等の人生の他の重大事に対しても失敗する可能性が高いことを意味しています。よく仕事に失敗した人は、自分は仕事では失敗したが、それは仕事の面だけであり、人生の他の局面では、そんなことはないと思っています。しかし、実際は仕事に失敗するということは、その人の本質的な性格の表れであり、このような人は、 仕事のののみならず人生の他の局面例えば恋愛や夫婦生活そして自らの病気治療などにも失敗する可能性が高いと言えますサイモントンは各種の応用心理学の方法論の中から生態フィードバックの原理に注目しここよりがん患者に有効なイメージ療法を考え出しましたこのイメージ療法とはリラックスした状態で 自分が望む状態や目標を頭の中に具体的に描く作業をする方法ですがん患者の場合はがん細胞のイメージをはっきり頭の中に描かせさらに受けている治療法の効果が具体的にがん細胞を破壊する状態を描かせまた自分の体内にある自然の抵抗力が健康を回復しようと活動している状態を はっきり視覚化すする作業を行うのです具体的には抗がん剤や放射線ががん細胞を破壊するイメージや自分の白血球ががん細胞を食い尽くしていく様子をイメージするのです。サイモントンのがんイメージ療法のプログラムはいくつかの段階に分かれていますがその中核となるのは次のような瞑想のプログラムです。